持つとは、超重肉の増物のこと。ホルモン、畜産副生物、内臓肉、バラエティミート、ファンシーミートとも呼ばれている。講義には、増物全般を指す。この場合、肝臓や心臓を赤持つ、胃や腸を白持つと呼んでいる。胸議には、小腸を持つ、ホルモンと呼ぶ。オフルは、 食料に使う動物の各種臓物を指し、オルガンミーツは消化器系の内臓を指す。以下は日本畜産副産物協会では畜産副生物として扱っているが、厳密には臓物ではないので、持つとは区別される場合もある。タンパク質、脂肪分11種類のビタミンと8種類のミネラルを豊富に含んでいる。コラーゲンも豊富に含まれており、 経口摂取すると、消化器官で消化分解されて、アミノ酸として吸収された後、血流に乗って全身に輸送されていき、体づくりの材料として使われる。なお、コラーゲン自体は、動物性食品全般に豊富に含まれており、持つ肉に限った話ではない。内臓肉は、常温では、 腐敗速度が速いので、小肉と比較して保存が悪く廃棄物とされていた。牛の小肉の場合、死後硬直を経て1週間から3週間くらい、経過してからの方が美味となるとされているが、それに比較して、内臓肉は蒸気の通り保存性が悪い。これを食用とするためには新鮮なうちに行う。肉食動物が獲物を捕らえて食べる際には、 その獲物の内臓から食べ始める。食肉卸売業の競りを通らずに供給されることや、保存性が低いことから安価である。土殺から解体までの間に、牛の消化管内の細菌や、解体作業環境中に存在しているサルモネラ、糞便系大腸菌群、腸管出血性大腸菌カンピロバクターのような食中毒の原因となる細菌が付着しているが、 加熱調理が必須であるため、内臓肉はそのまま流通している。もつを食べたことが原因と思われる胃、e、型肝炎の症例が報告されており、十分な加熱調理と調理器具や手、指の消毒、洗浄が重要である。日本においては7世紀に内臓を食する料理が存在しており、肝臓は肝、胃袋は、と呼ばれ、生酢や塩からにして食べられていた。 7から8世紀頃に編まれた、万葉集には、我が肉は、おなますはやし、我が肝もおなますはやし、我が胸は、お塩のはやしと、鹿の肝臓をなますに、胃袋を塩からにして食べたことが記されている。また、9世紀頃の辞書、新鮮あざ鏡には食用であるかはわからないが、腹なり、牛百用、三助また三の、と書かれている。 1935年の和苗類受賞には、トジが牛バーをほふり肉を取り高系の餌とするとの記述がある。1933年、戦時の食糧難対策として発行された非常時における栄養食についてには、牛の心臓を短冊型に切って、バターでよく入り、ブラウンソースの中で野菜と一緒に長時間煮込み、酒と塩、 胡椒で味付けする方法が提示されている。また、大阪市道頓堀弁天座にあった、フランス式料理店で、近藤長太郎は、家畜内臓料理を提供している。1935年に発行された、国民百科大辞典には、鳥の内臓を鍋にして食べる方法が記されているが、獣類の臓物も、近来ようやく知られ。 これらの特殊の栄養価値が認められるに至ったとあり、あくまでも西洋料理として紹介されている。第二次世界大戦が終わって間もない頃は、内臓肉は生肉より劣化が早く、独特の外見や匂いがあることから消費者の好みが分かれるものであり、一般の人々が口にしたり店頭で見かける機会は少なかった。しかし、 居酒屋のメニューとして、しばしば用いられるようになり、各地に、特徴のある、持つ料理が開発されるようになる。一時期は持つ料理、持つ鍋がブームとなったが、2000年代初めに、BSE 問題が発生して以降、ブームとしては、急速に衰退した。持つ各種、もつ焼き、もつ煮込み、チェンバース時点によるもつの、定義は、もっぱら、と体の、くず、または廃棄された部分。 と体を裁く際に切り落とされた食用になる部分、価値のない、あるいは利用に向かないものとされている。器官以外にも、骨髄や脂肪、血液も持つに含まれる。ヨーロッパの一部の地域では、陰脳、脳、豚の象徴、足、心臓、頭、腎臓、肝臓、肺、胸腺や脾臓、睾眼、舌、鼻や様々な哺乳類の胃を使った。 様々なもつ料理がある。もつは、と体のある市場で普通に手に入るが、流通に乗っていない部位が多く、精肉店でもつを手に入れるには、駆け引きや取引といった交渉が必要となる場合がある。また、直接的な表現を避けるため、隠語や曖昧な表現で呼ばれる場合もある。伝統的なスコットランド料理のハギスは、羊の胃に、肝臓や心臓、 はい、ロールドオーツや、その他の材料を詰めて煮たものである。イングランド中部地方に伝わる。ファゴットは、肝臓と、肉からなる、豚のミンチと、すりつぶした、パン、ハーブ、玉ねぎを、豚の大網で包んだものである。ステーキキドニーパイは、イギリスで広く知られ、楽しまれている。ヘッドチーズは、動物の頭蓋骨の肉や組織を刻んで煮込み、 ゼラチンで冷やして固めたものである。アイスランドには、独自のハギスやブラウンがある。アイスランドにおけるハギスは、スラウトゥルと呼ばれ、二つのタイプがある。ブローズミョールは、羊の胃に、羊の血とロールドオーツ、刻んだ、少量の羊の油を詰めたものと、ライフラルパルサは、羊の胃に、小羊の肝臓を潰したものと、ロールドオーツと刻んだ羊肉を混ぜて詰めたものである。 アイスランドのブラウンであるスビスは、焼いた羊の頭から作られ、熱い料理としても冷たい料理としても強され、骨のままやゼラチンで固めてから食べる。ドイツ南部においては、郷土料理としていくつかの内臓料理が出される。バイエルンでは横隔膜を用いた料理や、ミルツブルストと呼ばれる、細かくした秘蔵のソーセージ、チブサを使った料理が食されている。シュバーベンは、 フライドポテトともに出される酸味のある牛の胃の料理で、あるザウレクッテルーンで有名である。ヘルツグーラッシュは、心臓を使ったグーラッシュの一種である。肝臓は、いろいろな料理で使われており、クネーデルやシュペッツレ、レバーソーセージに用いられる。メインディッシュとしては、スライスしたリンゴと玉ねぎの輪切りと肝臓を一緒にして、料理したレーバーベルリーナーアールトが、 ベルリンの有名料理として挙げられる。ヘルムート・コールが好んだザウマーゲンは豚の胃袋に具材を詰めて茹でた郷土料理で彼が連邦首相として在任していた間に様々な政治的な理由で来訪した者たちにとっては試練となっていた。マルク・クレースヒエンは骨髄から作られた小さな団子で結婚式のスープとしてドイツの一部の地域で出される。 バイエルンでは、肺の支柱が出される。細切りにした腎臓をつけ焼きにしたザウレニーレンも、各地で見られる。カーン風物にフランスのマルゼイユでは、小羊の足合いが、ピーズイペケーズという名前で、伝統的な食品となっている。フランスでは、腸のソーセージが珍味とされている。トリプーは、羊の胃に、内臓や野菜を詰めて煮たものである。 アンドゥイユは胃袋を具にした冷製ソーセージ、アンドゥイエットは胃袋を具にした音声のソーセージである。カーン風ューモツ煮は牛の胃袋を煮込むカーン地方に伝わる料理である。ルーマニアにはイースターに出されるドラブと呼ばれるハギスに似た料理がある。ルーマニアの農民はカルテイボスと呼ばれる豚の内臓から作る伝統的なソーセージの一種を作る。一般的な料理である。 チョルバデブルタは、主ンベチョルバと似ている。アルメニアの伝統料理として知られるハーシは、安価な材料で作られ、シラク地方で考案された。ハーシの主な材料は、豚や牛の足で、耳や胃も使われる。以前は貧しい人々にとって、冬に食べるものであったが、今では、冬のお祭りの料理として楽しまれている。トリッパアラ・リボルのイタリアでは、 内臓の消費がかなり広まっている。最も大衆的なものは、脳のフライ化シチュー、蜂の巣の煮込み、ランプレドット、肝臓、腎臓、心臓やその血管、頭や目、豚の清掃、鳥の内臓である。パイアータは、ローマの伝統的な料理である。パイアータは、離乳していない牛の腸を刺す。子牛は、授乳後すぐに殺される。腸は綺麗だが、 牛乳が中に残っている。調理時には、熱と以内の酵素のレインネットによって、牛乳を固め、厚く、クリーミーで、チーズのようなソースを作る。パイアータとトマトは、リガトーニの一般的なソースとして使われる。シチリアでは、秘蔵とカチョカバのチーズを挟んだ、パニシーエメウサと呼ばれる、サンドイッチの一種が楽しまれている。 ニューヨークのブルックリンでも一般的に食べられバステッダの名前で通っている。トリッパー・ラ・ロマーナはローマ風と立派の煮込みで白ワインとトマトで煮たものである。スペインでは内臓は多くの伝統料理で使われているが若い世代では好まれなくなっているものもある。伝統的な料理にはカジョス、肝臓、腎臓、羊の脳、牛の抗が牛タン、 豚の頭や足、豚の脳、豚の耳がある。ブティファラは、カタロニアのソーセージ。ポルトガルでは、伝統的に、全動物の内臓が、多くの料理に使われている。足や、胃、豚の耳は、豆のスープで煮込まれる。ポルトのもつ煮は有名でトリパスはモーダドポルトと呼ばれる。フラキは、高層マジョラムと煮込んだスープである。牛の脳は、 クロイツフェルトヤコブ病の発生以来、消費が減少している。豚の血は、小麦粉と調味料を入れた非常に得意な形の、黒色のプディングを作るのに使われる。ギリシャ、トルコ、マケドニア共和国では、肝臓、脾臓そして小腸を焚き火で焼いた、スプライネンテロ、祭りの料理として、ココレッチがある。小羊の内臓を串で刺し、洗った小腸で多い。 感情に巻きつけたものである。ココレッチは炭火で焼かれる。他の伝統的なイースターの料理として、羊の内臓、レタスホワイトソースから作るスープ、マゼリツェがある。チジャーサーマズやガードンバは大きさを変えたり、味を良くするために特別な香辛料を加えた2種類のスプライネンテロとココレッチのこと。ブルガリア、マケドニア、トルコでは主ケンベチョルバがあり、 これは、胃から作るスープである。ギリシア料理におけるパツス。ありがとうございます。